ばんは皆さん。ね、聞いて。こんばんはじゃないね。こんにちはだ。こんにちは、こんにちは。朝だもん、今。ね、皆さん聞いて、あのさ、旦那にバレたって。ね、旦那にバレたって。猫の話。あのさ、昨日のね、夜に、一応ね、昨日さ、私、キャメロンに行ったんだよね。キャメロンだけに、この家族の中でキャメロンだけに、猫を飼うからねって言ってたの。で、昨日の夜に、あの金曜日に猫ちゃんたちを私の友達とあの迎えに行くからって言ったんだよね。そしたらさ、それ昨日昨夜言ったじゃん、キャメロンにいつ猫を取りに行くって。したらさ、朝うちの旦那起きてきたん、今日今朝。したらもう全部聞いてよ、キャメロンからとかっつってこの多分朝ね、まだこう下に起きてくるまでの時間帯、こうみんな起きてベッドでもじもじしてるっていうような時間帯に、キャミがもう嬉しくなっちゃって仕方ないから言っちゃったんだよね。一番言っちゃダメな人に言っちゃったわけよ。でちょっとこう言い合いってわけじゃないけど、私の旦那で口論でもないけどね、なんかこう猫がいるとやっぱりいいっていう話をしてでうちの旦那ね、犬が欲しかったんだなんだかんだとか言ってさ、でも犬はね難しい。犬を飼おうとするのは飼えると思うよ、いつか。だけど結構難しい。見つけるのも難しい、そのプロセスも難しいし、で、いろいろ難しいから、猫ちゃんの方がいっぱいいるしね、アイランドにこうもらわれなきゃいけないワンちゃん、猫ちゃんたちいっぱいいるから、犬は結構ね需要があるから、こうレスキューとかでさ、ボランティアの人が飼い手を探してても結構すぐ見つかるの。どんなワンちゃんでもすぐ見つかるのね。それがハワイにいいとこなんだけど、みんな犬欲しいし、みんな猫欲しいって感じ。だからその分やっぱり来て、このアイランドに来てちょっと住んでどっかの他に行っちゃうっていう人も結構多いから、それで動物を手放すっていう人も多いんだよね。それで私の場合はこの猫ちゃんはその手放す方の猫ちゃんだから、まあそう、それでもらいに行くんだけど、明日そうちの旦那にバレちゃって。でも写真を見てたらやっぱ可愛いから、あのオッケー 100% オッケーってわけじゃないけど、まあもうなんかまあ仕方ないなみたいな感じになったわけよそうだっけ。バレるのめっちゃ早くね、マジでめっちゃ早い。もう絶対キャメロンにはちょっと言えんな、内緒なことは。まあそれだから、私はこれから猫ちゃんの必要なものを買いに行くの。ベッドとか首輪とか、あとキャリア、一番それ必要なんだよね。こうもらいに行くときに猫を入れて連れて帰ってこないといけないから、そのキャリアとか、あとおもちゃとか、まあ、食べ物とかもズラズラだよね。とりあえず必要なものを今これから買いに行かないといけないんで、行こうと思います。こんにちは皆さん。今さ、私たちペットスマートにいるんだけど、それでさ餌を買おうとしてるんだけど、やっぱもうなんかもう量がありすぎちゃって何を買っていいかさっぱりわからないので、もちろんちょっとこういいやつあげたいじゃない。でもさっぱりわからない。調べてもそのなんていうのかな、その会社が自分の何餌はヘルシーだって言って出してるのしか初め出てこなくって、だからちょっと待って、調べきれてないから、とりあえずどうしようかな。ちょっと働いてる人が捕まえられないわけよ。とりあえずね、ここではこのカゴとなんかおもちゃとか、あとカラーとか買ったんだよ。あと寝るベッドとか買ってね。はあ、餌がさっぱりわからない。要はウェットのやつと、あとドライの食べ物があるといいよね。でしょ OK。 だからドライフードと、インドアのドライフードと、やばいよ、昨日の今日の今日の今日の昨日の明日だからな、もうやばいって。どうするエリソン、マジで。もうフローレンスはもうひたすらなんか餌をさ目に留まるやつ入れてるしさ、まあいいや、それを買っちゃうかも。どうしようどうしよう、マジちょっと
So many bats. What are these for? これはドギーのやつ。That's for doggy. かわいいね。Papa, we got these. We have to get a color too. What this? うん。This here. カラーどこ？Red. Yeah, I know. So many. Let's get these ones. どうしようか。Fluffy のやつ。Let's get a fluffy one. ま、ちょっと待って。Elabo, you think this is good for her? Wait, Papa, we got this. Ooh, that is small. That's definitely for a cat. Oh. ちょっと待って。Stay here, Eddie. Florence, okay? Stay here, okay? 帰ってきた。ボッサボサボーン。すごかったって。ああいう買い物は小さい子供を連れていくべきではない。ただでさえストレスフルだからね。今日買ったのはこのベッドと、これ今ボールないんだけど、あの何、餌のやつじゃん、あとおもちゃと、おもちゃいっぱい買ったね。キティ誰、まだいないじゃん、キティ。これね、これ爪引っかくやつ、これも爪引っかくやつか。 We can bring this over here, hon. Like, これは、そう、爪引っかくやつじゃん。超楽しみだけど疲れた。ちょっとあと食べ物が分かんなくって、お店の人が勧めてくれたやつにとりあえずしたんだけど、That's all you say. They wanna pee on the couch. They wanna pee on the couch. こんにちは、皆さん。おはようございますだね。ちょっと部屋が汚いんですけど、聞いてください、簡単に昨日何があったか。あのさ、猫ちゃんたちをね、受け入れるのにもう準備万端で、で、その猫の保護者、猫のオーナーの人に会う予定だったんですよ。で、そこで猫ちゃんを引き取る予定だったんだけど、その待ち合わせの時間の待ち合わせの場所にその方は現れなかったんです。で、私たちは30分ぐらい待ったんだけど、一向に現れなくって、で、連絡取ってた番号に連絡しても出ないね。で、なんかさ、一応別にお金を取られたわけでもないし、私が思うに、なんかこう気が変わったか、こうギリギリでそのなんか身近で欲しいって言ってる人がいたりとか、なんか、なんか起きたから来なくなったのかなと思うんだけど、そう、別にね、お金を取られたわけでもないのよ。で、その連絡を取ってる間も全部嘘っぽくないわけ。全てなんていうのかな、起こるだろうことなんだよ。起こるだろうことの会話なのね、内容的にも。だから、私、なんか What's the point って感じじゃない？なんかここまでこう全部セラップして、で、現れないっていうのは多分気が変わったとしか思えないから、まあいろんな考え方できるんだろうけど、でも私はもうこれはもう縁がなかったっていうことで思うしかないから、縁がなかったってことで、ね、私たちに来るはずだった猫ちゃんたちは他に行くか、彼らがまだ定期ケアしてるのかもしれないけど、まあ、幸せになってほしいなって思うし、私はこれからもうムーブオンして、他の子たちをこう受け入れる準備、心の準備をしていこうと思って
いるんですよ。でもう私物はあるからね、すべて物はすべてあるから、今日ですね、家の近くにあるペットスマートっていう、なんていうの、ペットのお店があるんだけど、動物は売ってないのよ、あそこ。グッズとかしか売ってないんだけど、そこでなんとうちの近くのところは全部の全国のそのペットスマートにそういう設定があるわけではないんだけど、うちの近くにあるペットスマートには、あの保護猫をこうショールームみたいな感じで置いてるところがあるので、自分が気に入った猫ちゃんがいると自分で申し込みをして、でそこの人がまず電話でインタビューをして、まあ、どういうお家に住んでるとかそういう話をしたりとかして、どういう家族構成とかさ、そういう話を多分インタビューでして、でそしたらやっと猫ちゃんに会える、こう戯れて会えるっていう状況で、それでそれがうまくいったら、幸いこの猫ちゃんは私たちのところに来るっていう感じの流れになるんだよね。だからプロセスがすごいあるんだけど、だから今日はそうやってちょっと猫ちゃんを見に行こうと思います。はい。まあいろんな人がいる世の中ですけどね、いろんな人がいる世の中よ。はい、行きましょう。Hello, 皆さん、あのね、今夕方の6時ぐらいで、これからディナーを作り始めようっていう感じなんだけど、やっと落ち着いたのね。やっと落ち着いたの。なんかそう、猫を見に行って、でなんか幸いそのボランティアの人たちが中にいたから、中に入って猫ちゃんと遊んでいいよって言われたのね。で遊んでて、でなんかまあ喋るじゃんか、そのボランティアの人と。でしたら、もううちにはもう赤ちゃんじゃない、その猫ちゃんが来れるもうものすべて揃ってるっつって言って、もういつでも迎える準備はできてるって言ったら、あ、じゃあ今日連れて帰ろうって言われて、えみたいな。そう、それで連れて帰りたい子選んで、決まったら教えてねって。でその間何、いたいだけ遊んでていいからって言われて、で私とキャメロンとだけで行ったんだけど、遊び始めるじゃない。でそうするともうさ、自然と私たちのところに来る子と、遊びたいって言って来る子と、興味があって来る子と、あとはもうそのなんだろう、ベッドに寝たままの子もいるし、興味を示さずに寝たままの子もいれば、その物と物の間に隠れてそのまま出てこない子とかもいるし、なんかもう本当にそこでさ、すごい性格もすぐ分かるんだけど、私たちが行って、でこう自然とね、やっぱり来るんだよね。で今日私が選んで、私とキャメロンが選んできた、2人の、まず初め3匹選んできたんだけど、2匹の子は、
こうすごいさ、2匹ともこう私たちのところに来て遊びたがるわけで、すごいベイビーなんだけど、聞いたところによるとこの2人は兄弟だからって言って、だからもし連れて帰るならこの2人セットの方がいいけど、別にそんなになんていうのこだわらなくても大丈夫よって。でもなんか初めてキャット飼うんであれば、まあ、2匹一緒に連れて帰った方がいいかなみたいな、2人とも一緒に遊べるからって言われて、まあ、私は もともとその2匹持って連れて帰りたいなと思ってたから、あ、オッケーオッケーと思ったね。で、この二人一緒に来る、遊びたい、あ、兄弟、あ、なるほどね、みたいな感じじゃんか。でもすごい可愛いんだ、やっぱりキティなんかみんな可愛いんだけど。で、あ、もうこの子たちかなっていう感じがしてたのね。で、それと、もう一匹さ、私が連れて帰ってきて子で、連れて帰ってきて子で、すっごいとりあえず、すっごい可愛い子がいたわけ。超可愛いのね。で、そのボランティアの人が、うち、私が彼女を、あ、そう、男の子なんだけど、私が彼を、まあずっとそのフォースターしてて、もう何、生まれた時からテイクケアしてて、って言って。で、今朝連れてきたばっかりなのね、って言って。だからすごいシャイかもしれないけど、シャイなのは初めだけだから、って言って。まあその後も性格がわかるらしいんだけど、すごいシャイのままだったりとか、あとはもう、すごい元気にさ、遊びたい遊びたいって言って、人懐っこくなる子もいるし、うん、だけど初めのうちはみんなシャイだからねっつって、でその人、そのワンちゃん、あ、ワンちゃんじゃない、その猫ちゃんはすげえシャイなんだけど、でもすごい興味を示すわけね。ずっとなんか近くにいるようでうろうろするんだけど、絶対すごい近くには来ないのよ。遊んでって言って触っても来ないんだけど、でもすごい見てるし興味を示すわけで、まあ、とりあえずものすごく可愛かったんだ、すごい小さくって。でだから、うわ、この子めっちゃ可愛いと思って、この子置いて帰りたくないなと思ったのね。で、それで、そのボランティアの人とお話しして、もうこの二人が兄弟で、で、私たちと気も合うし、この2匹は兄弟だし、私は絶対連れて帰りたいと。で、あの子ものすごく気になる、めっちゃ可愛いっつって。で、したら、そのフォースターのその、あ、そのボランティアの方が、なんか、もうあなた次第よ、みたいな。でも、いきなりね、ゼロから3匹ってなると、結構大変だよ、みたいな感じで言われたわけ。もう本当にクレイジーな人しかそんなことしないよ、みたいな。で、その、ボランティアの人も、私はクレイジーだから、私だったらやるけど、とか言ってて。で、ああ、でも私もクレイジーだしなーと思ったっけ、私もちょっとおかしいから、3匹いけると思ってさ、もらいますって言ってて。で、先生って帰ってきた。で、皆さん、名前も決めたから、見てみますよ、かちゃん。私が今喋ったところは私たちのベッドルームで、これがエディソンとフローレンスのお部屋なんだけど、今ここに、チビちゃんたち入ってます。 OK? OK、ちょっと待ってね。したら、Hi guys! Oh my goodness! かわいいね。もうそこすぐに座ってるからわかるね。はい。で、この子、黒い子ね。この子見て、この目すごい人懐っこいでしょ。もうすでに目がすごい緑で綺麗なんだね。で、この子男の子です。で、私たちはジェイドという名前をつけましたね。目がすごい緑で綺麗で、はーい、キュウリ、はーい、あんたも来たの、はい、そう、目がね、すごい緑で綺麗で、あのさ、パワーストーンの緑の石あるでしょ？あれ、ジェイドって言うじゃない？それで、この子もジェイドっていう名前を付けました。ね。はい。で、あっちの兄弟のね、すっごいリラックスしてる子なんだけど、もうぐるぐる言ってる。ぐるぐるぐる遊んでって、ぐるぐるぐるって言ってるね、君。そう、あっちのね、彼女もものすっごく人懐っこくって、今すごい眠たそうだからあれだけど、彼女が一番私たちのところ、家に来てすぐ結構私たちとどこにも結構隠れず来た子ね。で、あ、彼女は唯一女の子なのね。で、この二人兄弟、彼女は唯一女の子で超可愛いでしょ。可愛いね、君たちは。そう、で、彼女の名前はジゼルと言います。ジゼルちゃんです。すっごい可愛い。で、私のこの足元にいてくれてる子がですね、はい、この子は男の子で、この子が一番小さかった子なんだけど、超可愛いでしょ。はい、可愛いね。
彼の名前はセージっていう名前にしました。癒してくれるね、浄化効果のあるあのセージあるでしょ、ハーブのね、あそこから取ったんだよね、セージね。今こういう感じでですね、あそこにベッド置いて、ちょっとおもちゃ置いて、食べ物置いて、そうちょっとリラックスさせてる。なんかさ、かわいいんだから。そう、あのね、もううちに来てすぐやっぱり、うちには2歳と4歳と9歳がいるじゃない。で、やっぱり9歳ぐらいになると、ちょっと夕日がまぶしい。9歳ぐらいになるとさ、もう状況わかってるから、あのちゃんとリスペクトできるわけなんだけど、やっぱり2歳とか4歳だとほら触りたいとか抱っこしたいとかさ、私の猫ちゃんみたいな感じになっちゃって、結構大変だったんだよね。でやっぱりほらこの子たちまだすごい小さいから、すっごいストレス、もう環境がね変わって、いきなりこの匂いとかすごい敏感じゃん、環境とかさ、なんか肌に触れる感じとか超音とか全て超敏感なのに、かわいいね君は。そうなんかさ、それでさ、なんかちょっと小さいんだけどでっかい人間がね、抱っこしたいとかさ、いろいろ話しかけてきたり、常にさ追いかけてきたりとか嫌でしょ、もうすごいストレスじゃん。だからもう引き離そうってことで、まあもともとそのボランティアの人にも初めの数日間は小さいお部屋からスタートしてとかって言ってたんだよね。そうでも一番初めはなんか隠れたりするかもしれないけど全然普通だからねと言われてたの。そうだからとりあえずここで今こうやってリラックスしてるね。ちなみにこれはエディソンのベッドの方なんだけど、ここでリラックスしてるから、このまま今日はずっとリラックスさせてあげて、ちょっと遊ぶ、マミと遊ぶ、こんにちは、マミ大丈夫、いや、おいで、マミと遊ぶかな、あ、かわいいね、マミとく来た、マミとく来たね、はい、セイジくんです。もうガラス汚って感じでしょ、すみませんね、自分のこと見てびっくりしてる、セイジ。もうポッティトレーニングとか終わってるから、勝手にさおトイレ行っておしっこする、おしっことうんちするのね。ね。そうだよね。で、ぐるぐるぐるって言ってる。ぐる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 。ぐるぐるぐるって言ってんの？かわいい。ここにはまっていいね。このね、隙間にはまってね。ちょっとリラックスさせてあげようね。 You're so sweet。 君は一番隠れてたね、来てから怖くてね、ね、怖かったね。 OK、 リラックスしてください。私ディナー作んないとだ。 OK、 マジでやばくね、ねえやばいよジュネア、やばいよね、ねえなんで猫ってこんなにあの最高なものだって私もっと早く知ればよかった。あのね、きっかけがあったんですよ、猫のキャットパーソンになるきっかけがあって、何だったかっていうと、私がさ前住んでたお家、あのとこのハワイに引っ越してきてから一番初めに住んだお家の隣の隣のお家に隣と隣のお家に2匹猫飼ってるお家があったので、
あとさ、そこっちの2匹の猫が毎日のルーティーンでこう朝起きてさ、朝ごはんとか食べた後じゃない、わかんないけど、とりあえずうちのさ、家のさ、うちの家の庭をさ、端からこう回ってって、で、隣んちの今度庭に行ってみたいな、で、自分家の家に帰るっていうルーティーンが毎日あったのね。だからさ、あの、しょっちゅううちの庭にその猫たちがいたわけで、初めはさ、あ、可愛いなっていうただ感覚で見てたんだけど、毎日毎日しょっちゅう見るようになって、したらさ、すっごい、なんていうのかな、ハマってしまったっていうか、でさ、絶対にこの2匹は私のところに近くにも来なかったし、私は一生懸命こう友達になりたいし近づきたいんだけど、あの、食べ物あげなかったのね、あげたくなかったの。なんかほら、飼い猫とかさ、なんかたまにあるじゃん、あの、ずっと薬を食べている投手なんて言うんだっけ薬をあの取らなきゃいけない猫ちゃんとかもたまにいるじゃん。でもさ、外から見たらそんなのわからないからね、知らず知らずとなんかいろんな食べ物あげたりとかしてさ、なんか中には全然いっぱい食べない方がいい猫ちゃんとかもいれば、そうやって薬とかでコントロールしてたりとか、まあいろいろ理由があるんじゃないね、なんか事情があるわけじゃんか、猫でも。で、だからなんか私は勝手にそういう、なんていうのかな、自分のなんかその、なんていうの、エゴで食べ物をこうあげて懐かせたいとか、そういうのしたくなかったのね。だからいつも庭にいるのを見れば、こう家の中から手振ったりとか声かけたりとか、もし庭でばったりやったら近づいてきてくれることはなかったね。割と結構逃げてたんだけど、家の中からだと結構、なんていうの、遠目からこうやってじっと見てたりとかしてて、で、2匹いたんだけどさ、1匹は、オレンジカラーで大きくって、で、あんまり私には興味染めてなかったんだけどさ、もう1匹の方が、ベイビーヨタって言ってて、いう猫ちゃんだったんだけどとりあえず超、あの、小さくて全然成長しないんだよね。ね、なんだけどさ、やったら私のことを見るんだけど、私がこう庭とかであるとすぐ逃げたいというか、まあ、臆病なんだよ。だけど超可愛くって、で、そのベイビーヨーダのせいで、なんか私すごい猫好きになったんだよねそうで、新しいお家に引っ越したら絶対猫を、そう、保護犬を飼ってやろうと思ってての、今に至るわけであります。はい、まあ、昨日の今日だったけどね、まあ、昨日のあれがあってかなり落ち込んだけど、前がなかったことでっていう風にもうさ、割り切るしかなくって、もうずるずる引きずりたくないから、まあ、それで今日本当に今日今朝行ってさ、もうあの勢いだったから、もううちの旦那にペットスマートに行ったらこうやって歩いてってみたいな、それでアプリケーションフォームをこうやって取ってとか言って、で、猫ちゃんをガーって見てとかつって、気に入る子がいたら書くんだとかつって言って家を出たわけよで、もちろん、そのまあそんな感じではなかったけどさ、まあ、とりあえず行って、なんか気が合う子がいいなぐらいな感じで見に行ったのもワクワクドキドキよ。私今何をしているでしょうか。Hey! Amazing! 今？今トイレの棚をつけているんです。で、うちの旦那がさ、あの、うちの旦那がさ、こういうの1個つけるの、あの人すごい時間かかるわけで、私こういうの早いから、私がさ、これをやり始めたら、うう何個穴開けてるんだとかいろいろ言い出し始めて、うざいんだけど、私こういうのすぐ終わらせられるから、ちょっとビデオ撮ろうと思ってほら、私さ、家改造っていうか、何、プレーンのお家に引っ越してきたわけだから、なんかこうやって棚とかつけないといけないよね。まあ、自分の好きたいところにつけるからいいんだけどさ、そう、それを今やってるわけです。 で、私が好きなのはこういうタイプの、なんかさ、棚はさ、重いじゃない。棚ってさ、こう、例えば額を飾るとか、なんか私の枕目を飾るとか、そういう軽さじゃないじゃん、棚ってね。だからさ、あの、なんだっけ、壁にちゃんとこうさ、一個の、なんていうの、ネジだけじゃボロッと落ちる可能性があるから、それにこうしっかりと、なんていうのかな、壁を食ってくれるっていう、なんて言ったらいいの、そういうのを入れないといけないわけで、これを入れるとさ、こ
これまず壁につけないといけないのね。で、その後にこいつよ、このネジを中に入れると、ここのさ、ここあるじゃん、この部分がパカーって開くわけ、壁の中で。で、それでこう食い止めてくれるんだけど、それを今つけるわけ。 OK？ 何ね、マミ、おっさ、これをさ、つけるわけ。あのさ、こういうの興味ない人は全然興味ないと思うんだけど、まあ私がね、最近こういうのやってるわけですよ。だからお付き合いくださいませ。で、あとはこれをねじり込むわけよね。ちょっとさ、片手じゃつらいって。 OK？ 片手じゃつらいってさ、あ、これはトンカチだからダメよ。したらですね、この型を、まあいいとして、これはさ、暑いんだけど、マジ全然可愛くない私今。でしょ？ Oh my god！ 暑いって。OK。したら、ですね、このセンターに合わせて、たらー！でしょ？で、この上の方にこのさ、小さいネジをつけて、推しの舞妓よ、推しの舞妓ね。そのさ、皆さんもしかしてあれと思った？あの、なんだっけ、今さ、メジャーしたところ今消してんだけど、あれと思った？あの、ちょっと高くないですか、イッチみたいな。あのね、なんかうちの旦那さ、背高いじゃない。だからさ、うちの旦那が背高いんですよ。で、その、うちの旦那がさ、トイレを立った時にぶち当たんない場所ってなると、高くなってしまったっていう話なんですわ。ぶち当たんない場所ね、頭が。でもいいね、私はね、このさ、トイレさ、あれがないのよね。あの、収納が何もなくって、でさ、やっぱり匂いとか気になるじゃんか。だからそういう匂いとかを消せるものを置きたいし、あと収納ってか何、ちょっとトイレットペーパーとかよ、置けるようなものをこのトイレの中のどっかにないとっていう感じでですね、皆さん OK？ ガーシュすっげえあっちゃうんだけど。そう、こんなんもうあれよ、朝飯前よつって、うちの旦那はカーテンとかつけてくれたんだけど、うちの旦那が言うに、あの、棚が一番大変だぜって言ってたわけよ。
真ん中がどこか忘れちゃったから、ちょっとまあいいや、このままこのままでいいじゃない。結構真ん中じゃない。そしたら俺はえ、でちょっとこれ貸して、 I need this one。 そして俺はこれをこのままねじり込んでいく。 OK、 もうメジャーとかしないでこのままねじり込んじゃいます。これはちなみに昔 IKEA で買ったやつなんだけど、私はこれが使いやすいから買ってる、使ってる。てか新しいやつ、うちの旦那さんが買ったやつ使い方わかんないから、よしって感じですね。ちょっと、そしたらこれはここかな、斜めに入れる系、これは斜めに入れちゃう系だよね、だよね、斜めだよね、これね。シェッ、 OK 斜めね、てかまあいいや、刺さってるから。素敵よ、これで終わりね。何分かかった？何分かかった？ものの20分ぐらいじゃない？これはこういう風にやってみようか。落ちないだろうし、ベストではないけど、でもいいんじゃないでしょうか。